前は私で20歳になったので、まだ生まれてないんです。こうなります。そういう時代ですか。そうなんですよね。でこの大きな節目となる北海道20th メモリアルイヤーでは様々な企画を実施いたしますが、今日はその目玉でもあるこちらを発表したいと思います。北海道20th メモリアルイヤーの企画の一つとして、北海道20th メモリアルユニフォームという限定ユニフォームが誕生します。今日はなんとこのユニフォームを初お披露目いたしますよ。はい、ということで、実はどんなデザインなのか我々も見ていないんです。そうなんですよね。ということで、この時間は今日お越しのファンの皆様と一緒に初めて見てみたいと思います。はい、それでは参りましょう。北海道 20th メモリアルユニフォーム発表です。着こなしていくうちにだんだんとミートしてくるもんなんだなというところですね。
動きやすさなんかはどうですか？めちゃめちゃ動きです。変わんないですね。変わんない。今までと。そうですか。動き可動範囲も良さそうですか？今までと変わんないとか言います、こいつ。だって記事一緒なんで、今までとね、記事は一緒です。変わらずいい素材だと。そうです、そうです。ということですね。はい、お母さん、正直者に育ってますよ、こいつは。どうもお母さん。ご家族も見えてらっしゃる。そうですか。伊藤選手、このユニフォームだったら来年何勝ぐらいできそうですか？そうですね、このユニフォーム着るときは全部勝てるかと、はい、思います。ありました、ありがとうございます。こちらの北海道トゥエンティーズメモリアルユニフォームですが、いつ着用するのかといいますと、来年の6月30日からご覧の日程で開催するイベント、北海道トゥエンティーズメモリアルシリーズで着用していきます。はい、ということで他にもですね、さまざまなメモリアルのふさわしい企画をご用意いたしますので、北海道トゥエンティースメモリアルイニア、来年ですね、今からワクワクしながらお待ちいただきたいと思います。さあ、それではですね、最後に小川選手に、ファンフェスティバル、これから2部が始まるんですね。はい、2部はちょっとソフトボールもですね、やるということなんで、試合の一言をいただけますか？この段取り初めて聞きましたよ。連れて行っちゃいます。そうですね、まあ、ソフトボールをやるんで、まあ、ピッチャーと野手に分かれて勝負するところなんで、まあ、普段、まあ、僕らが投げてて、まあ、野手にこういう風に動いてほしいなっていうのを体現しようかなと思います。わかりました。じゃあ後ほどどうぞお楽しみというところでございました。ありがとうございました。この時間は噂の真由美選手、伊藤博美選手、松本剛選手にお越しいただきました。大きな拍手で